お疲れちゃんです。ラットレスター系で暮らしられやってくんすけど、今日はこちらの枯渇みたいなやつ使っていきたいと思います。で、このデッキ、X ボーマスター選手が多分作ったやつかなと思われますんで、まあ、VS ね、ファブ、ポノス対ファブも12日日曜日かな多分、はい、上がると思うので、そちらもぜひね、皆さん見てみてください。というわけで、やっていきます。で、マルチやろうか思ったんですけど、てか、そう今、これなんか上にね、バグで6人ぐらいいるんで、実質今11位で、グロー5か6ぐらいまで行ったんですけど、そっから世界一行く動画を撮ろうと思ったのですが、聞いてください。これ、もうね、マッチングマジしないの。多分シーズン序盤だから、マルチをやらない人が結構いるんですよね。そう、やらない人が全めちゃくちゃいて、マッチングがマジしないの。本当に5分、10分ぐらい、マジでかかって、しなさすぎて、ほんと動画撮ろうと試みたんですけど、仏の僕でもね、さすがに無理でしたね。はい、もう切れましたね。マッチング長すぎて、さすがにもういいやってなっちゃったんで、グラチャレします。グラチャレだったね。マッチングがこう、そらそらやるんでね。やっていきたいと思います。で、もうマジでね、初手スケバレが、めちゃんこ強いですね。これ、だって相手ウッド系なかったら、こうやってコスト使ってくれるわけだし、もしウッド系、あってもね、逆に今冴えたら、こう、ボールブレイカー刺さるし、みたいな。なんかもう、無限ですね、本当に無限。めちゃくちゃ強いデッキ作ったな、X-BOW マスターっていうのを思ってます。今、タルババ使ったっすね。まあ、これ、ボールブレイカーやったらトルネーでどうせやられるんで、まあ、一回待っていいかな。アウトローでいけます。で、これスケバレつける必要はないっすね、一体。どうせこのプリンの対応に何か出てくるので、まあ、一回待ちつつ、ベードラさんを、これ、一応このスケバレも、相手何かやっぱ対応しないとダメージ入ると思うんで、OK、ベビーのダメージ抑えつつの、で、これまあ、タルかな。多分タルだな。あ、で、あれ、トルネ使ったから、この位置のディガーじゃないっすね。ミスったの。このディガーの位置は良くないですね。で、まあ、メカゴかなんかで対応でしょう。おりゃ！いやー、お疲れ様ですね。これは美味しい。そして、ここにゴールブレイクをつけることによって、相手は、やっぱ苦しいですね。で、ここベビーやってる。ベビーやれ。ベビーやったら、ここまあもう一枚多分ラン、オッケー。裂いたら裂いたで、次にスケバレが来て、まあここにはね、多分、タルババがあると思うんですが、そうですね。ありますね。ありますね。まあ今、エリアードを取ってると思うので、さすがにトルネープラスのベビーとかユニット出せないと思うので、ディガー裏にすると、相手はトルネードをコウモリにしかできないですね。これはね、いいエリーハークとって感じですね。で、そろそろケツガレダーンとりあえずしてくる時期だと思うので、一回端前プリンでユニット咲かせたいが、いや、待てよ。出た！前半までの努力は何だったのでしょうって聞きたくなる全虫。まあ、守るんかいそこって感じなんですけど。いや、本当に。前半まであんなに頑張ってたのに、急風に捨てるじゃんっていう感じっすね、本当に。これでも、多分アウトロー延命したら耐えれそうだけどな、どうなんだろう。いや、無理か。ああ、無理だ。前半までの努力を、まあ、ちょっとね、怖いですが、耐えれそう。耐えれる。コウモリが頑張れ。ランバーに、オッケー。いい。で、これはもう逆に僕のペースが来ますね。これは。1200まで削られますが、もうこっからはね、もう僕のターン。もうなんかもう、いっぱいいっちゃっていいですね。いっぱいいっちゃって、ウォールブレーカーも攻めて、もうコスト使わせて、オッケー。いい流れですね。もうこうなったら本当に、おお、やばい。ちょっと待って。やばい。で、ここのベビーちょっと嫌なんで処理したい。処理したいが、処理できない。で、この間に本当は攻めたい。が、攻めるカードが、というか、攻めれない。受けるカードがないので、一回防衛します。いや、めっちゃいいスケバレじゃねえ、なんか。で、落下ダメージは届かないけど、スケがチクチク、そしてディガーオールベッカーして、
トルネかな。トルネ使うしかない。あとウッド3回回んねえな。真ん中これドーンがちょっと怖いですね。ボム構えてこっちに寄せてあげて、まあ、スケバレ落下ダメも相手入れられないと思うんで、トルネかなんか来ますね。よいしょよいしょ。でディガーも入ってフィアー、ちょっと大変ですけど、やっぱ一個守れないですね。そうポイズンとかそういったスペルがないので、まあ、学びとしては相手に形を作られるとやっぱ1個は取れない。なんで、まあ、前半にねこう両サイ振って、まあ、2個ですね。もう序盤から 2-1 プラン考えて、最後のもね、あのディガーとかなんか変なユニットで無理に守ろうとしてて守れてなかったんで、あの辺を丁寧にねこうプリンセス外に出してってやってると、もうちょっと楽にね後半も立ち回れたんじゃないかなと思います。というわけで 2-1 でいきましょう。どの相手にも 2-1 で勝つぐらい、まあ高回転の相手だったら 1-0 でいいと思うんですけど、相手が大型だった時はもうバチコリバチコリ両サイド振って 2-1 プランでね行きたいとね思います。でそれで無視してというか頑張って防衛しようとして、金来られたら折れたらで、まああれですね、そういうもんだなってそういうもんだなって思えばいいかなと思います。まあボムタワーの爆破と、まあ、あとスケバレの落下ダメとか破裂ダメっていうのかなとか、プリンセスの遠距離とかを多分うまく使えれば相手のこうご利用しも止まるんじゃないかなと思いますね。はい、まあ、マッチングが若干長いですがマッチングたいなと思います。やばい、眠くなってきた。っていうか眠いんですよね。そう眠いんですけど、僕いつも眠くなってから動画を撮るタイプなので、本当にそれは撮るタイミングを考えればいいんですが、ふうし、あと2勝。これだってもう負けたら終わりですからね。負けたら終わり、勝てばもう幸せハッピー寝れる。まあ、まだフロム入ってないんで動画撮り終わって、まあ、若干編集作業して、書き換えの間に風呂入って、まあそうですね、いろいろ終わらして寝るかな。早く寝たいですね。もう今日疲れましたね。最近ちょっとクララめっちゃやってる気がしますね。結構やってるんで、もう脳がね回ってないの。頭が、そう、人間のなんか集中力みたいなのは起きてから起床後に2から4時間後がめちゃくちゃいいらしいんですよね。そうだからなんか朝に基本的にはね何かをする方が頭の中に入ったり結構なんかいいらしいんですけど、もう真逆なんでね起きてから何時間経っとんじゃんって感じなんで、とりあえず雰囲気でやっていきます。やっぱクララって雰囲気大事なんですよね。そう、雰囲気両サイドに振っとけばなんとかなるみたいな感じっすね。うえー、やべ、困った困った困った。ボムタワーがね、これローフ来たらちょっとなえる。あ、オッケーオッケーオッケー。アイゴレハンターは僕昨日動画に紹介したロイグかな、ワンチャンガゴムレバーバリアンとかで、これディガーが到着する同時ぐらいでちょっと遅いですけど飛ばすとデーン、やでかいですね。アウトローで受ける、一応ロイフグ用に構えるが、あ、これアウトローガールが、あーごめんね、いや女の子強い。ディスケバレとりあえずつけとけば、さっきタル使ったから、あれこの防衛が苦しいよねっていう。いやなんかね、え、すごいんですよね、このデッキ。X ボーが考えたって言ったっけ、言ったな。よくこんなデッキ思いつきますよね。めちゃくちゃ頭いいっすよね。よいしょ。で、もうイケイケどんどん。内側ディガーで逆サイの竹取って、タルババ来ても2発入るどんどん。っていう、まあおしゃれなことをしていきます。で、タルババを使ったので、このスケルトンバレルをここのあえて逆サイ飛ばすと、このプリンが多分勝ってくれるので、相手はこのプリンに対してもう一枚出さないといけない。あー、なんで、あ、アイゴレが出てきた。あー、いや、マジでね、最近なんかすごい煽られるんですよね。マルチとかもめっちゃくちゃ煽られるし、なんか煽られるようになりましたね、昔より。うん。なんか、こんなに煽られてたっけっていうぐらい昔より煽られるようになったんですよね。なんか、うん、辛いですね。別に全く嬉しいとかないですし、本当にそんなに煽るっていうぐらいみんな煽ってくるんで、僕も煽ろうかなと思います。ああ、いいタルババてかヒースピ、あ、でも
コウモリがタケ変えた。さあ、あと1100。まあ、どうせこの辺に、あー、なんか来た。削っていきましょう。タルサイタンでね、相手。ドン、ドン。2日プランですね。1個はあげる。まあ、あげないんですけど、僕ぐらいになると。僕ぐらいになると1個もあげないんですけど、僕別に、誰にでも冷たいわけじゃないですからね。別に、こう、煽ってきた人には、まあ、容赦なくね、やるよねっていう。さすがにね、僕もやられっぱなしの、は嫌なんでね。やられたらやり返す精神でね。磨いていきまーす。さあ、グッドゲームですね。さあ、17をどうにか削りたい。17を削りたい！プリンちゃん、グッドゲームですね。やりますね。30白い服か。30白い服新しいですね。僕まだ、あんまやってないですね。30種プラスのロイフグにヒースピー結構良さそうですね。ちょっとまた、触ってみたいかなと思います。今、ロイフグ結局なんか減ってないですね。減ってないし、全然いて。まあ、なんだろうね。別に五分小屋が流行ってるぐらいで、まあ、ヒースピーとの相性がちょっといいんで、結局、ロイフグ強いかな。あとなんだろう。あとは、なんだろうね。何がいるんだろう。今、グラチャル12章、エリゴレめっちゃ多いっす。エリゴレ。なんで、エリゴレの動画も皆さんにね、ちょっとまた見せれたらいいかなと思いますし、いや、エリゴレっすね。今、エリゴレめっちゃ多いんですよ、12章。なんか。エリゴレ。なんで、エリゴレめちゃくちゃ強いですね。おすすめです。楽しいですね。あの快感にハマっちゃうと、もうね、パチンコとかよりも、あれがね、強いですから。依存。依存快感。忘れられないよ、もう。あの、エリゴレの快感はね。はい、みんなでね。エリゴレチンパンしちゃいましょう。というわけで、まあ、このデッキはエリゴレに対して、まあ、勝率全然悪くはないですね。まあやっぱ結局前半に両サイド触れるんで、まあ2個取れる。まあ1個は多分本気で来られると、まあ守れない。まあ別に守れないこともないんですけど、結構きついと思うので、まあ2-1でね、エリゴレにも勝てる、ちょっと強めなね、万能デッキ。かなと思います。はい、話すことなくなったんで、まああとは、のんびりしたいかなと思います。まあ最近やっぱクラロは家でやってるんですけど、家でやってる時に音楽流したり、YouTube 途中休憩で見たり、アニメを流したりしてるんで、そう、アニメ流してるんで、もうほとんどのアニメはね、1日とか2日ぐらいで見終わっちゃうんですよね。まあ2日3日ぐらいか。1日はさすがに持ったな。そう、アヒルの空とかも、3日ぐらい前に、見始めたんですけど、2日ぐらい前にまた見終わって、昨日かな見終わって、あとなんだろう、弱虫ペダルも全部見たし、ハイキューも全部見た、クロコのバスケも全部見た、なんかね、まあ、ネットフリックスにあるものなんでね、あるものでちょっとしか話がないものとかもあるんですけど、なんか、まあ、アニメを、いろんな今まで見たことないアニメを、まあ、当たり前のように数日で、なんか見終わって見終わって見終わってっていうのをね、してますね。いろんなアニメをね、こう、コンプリートしていってますね。今。非常にね、ちょっと、なんで、おすすめはね、教えてくださいっていつも言ってるわ。ふぅ。相手は、ゴブゴリアポイズンか。お、待って、エリゴリアじゃない、これ、エリゴリア。来ちゃった、エリゴリア。エリゴリアだ。エリゴリアやだなぁ、マジ。エリゴリアだ。あー、これ2体ともいっちゃうな。で、1体。あ、1体。そっちから殴ってんだ。やべ、左に行く。いやー、違うんだよ。黄色おじさんじゃなくて緑のちっこいやつやってほしいんだよ。いや、これちょっとやばいっすかね。ライトラもあるな。いや、お、なんか違う。エリゴリアじゃねえな。普通のスケラコ？ゴム小屋をね、壊したいですね。ちょっと。なんで、セパで行きつつの、ゴム小屋壊れるタイミングぐらいで、ウォールブレーカー発進で、まあ、2体は入るよねっていう。まあまあまあ。さあさあさあ、まあダメージは稼げますが、こっちのダメージも結構受けてますね。両方負けてるじゃん。やばいやばい。両方負けてる。この小屋だな。で、相手がエリゴレじゃねえことが分かったんで、もうボンタン置いちゃいますね。エリゴレだと思ってて、今ボンタン置かなかったんですけど、
マスケが出てきたので、多分スケラかと思いますね。普通にタルポイのゴブがスケラだと思うので。で、これは、タファに直進させて、ダメージ稼ぐ。で、タルですね。さすがにタル使ってくると思いますけど。タル使う。で、逆サイワンチャン。おー、小屋置いてくるんだ。うわー、すげえ小屋いっぱいあるな。やべえな。めっちゃあるな。おー、でも、杖。あれが杖。で、これはトルネーが多分ないので。あー、タル、同タイミングだけはやめて、本当に。うわー、同タイミングだけはやめてって言ったじゃん。それだけはやめてって言ったことされた。やべやべやべ。オッケーオッケーオッケー。アウトロー最強マンジー。ディガーで削りたいが、たま、位置当てられますね。ずっと同じ位置。当てへんのかい。そこは当てろや。うんしょ、ここちょっとウッドまで打って、延命して、謎にね。で、まあ、ベビーか。おい、こんにちは。おー、相手ミスってるミスってるミスってる。でけえ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 。めっちゃでけえよ。で、これウォールブレーカーで防衛して、あ、キョキョキョ。いや、でかいですね。非常にでかい。あ、待って、めっちゃ入ってる。これスケバレ飛ばして、え、相手スケラ撃った。自陣スケラってか、なんか、煽りスケラ1回しか来てね。で、ウッド2周じゃねえ、3周だな。うかつんうかつんうかつん12勝来ましたー。これでね、保存できてなかったらマジでない。お願い。動画撮れてないとか。オッケーナイス危ねー。ちょっと負けそうだったんすけど。やっぱね、これデッキが強いですね。本当に。コメントで、ラットが強いんだ、ボケって書かないでくださいね。これはね、ほんとにデッキがすごいですね。優秀です。マジで、ディガーコウモリ、ウォールブレイカー、スケバレ、プリン、アウトロー、もう全部こう、5パターンぐらいの攻めの形ができて、こう、どん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 ね、なんかもう相手が苦しくなっていくのがね、こう感じ取れるんでね、ぜひ。使ってみてくださいというわけで終わりますかね。チャンネル登録ね、皆さんぜひよろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。